皆さんごきげんようえー、っと前回までのお話の中であの、えー、仏殿の最終形態ですね一番、えー、大きくうまあ広がった形の仏殿のお話をいたしましたこれで、えー、仏殿というものの全体骨格は、えー、皆さんにお示ししたことになりますそれで今度は話を歴史的なプロセスの方へ戻しまして えー、どういう状態が元になって、えー、最終形態のあの大きな仏殿まで、えー、話があこう拡大していったのかというこの歴史的な段階についてお話をすする番ですねそれで、えーっとまあ、今までのさまざまな研究によって分かっていることなんですけれども、えー、仏殿の一番その古いものというのはこれはお話になっていない。 一つ一つのエピソードが単発でいろんな場所にバラ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 出てくるというそういう形です多分お釈迦様自身がわしが若い頃はこんなんだったみたいなお話をなさるものが記録されていたんだと思います例えばお釈迦様はルンビニという場所でお生まれになったんだとか修行中はいろいろと悪魔と呼ばれるその邪魔な存在が現れて修行を妨害しようとしたのだなんていう話が いろろんんななところにポツポツツあるわけなんですでそれがあの一本の井戸でつながれて一つの話になっていく物語になっていく一番最初まあ仏殿の,あの出発点ですねそれはどこから始まったのかといいますとこれはあの何回もお示ししているフリップですけれどもこの話の中の、えー、黄色の部分黄色の部分つまりお釈迦様が あの菩提樹の下で悟って仏陀になりましたというところから始まるこの話がだから比較的短いですねこの短い話がこの仏殿のコアになっただろうというふうに言われているわけなんですねで私もそうだろうと思いますそれで、えー、今日からはこのまずコアの部分をお話をしましてそれが終わったらそれが膨らんでいく増高されていく状態へと ます。それでですね、えー、っとさてそこで先ほどの黄色の部分に焦点を絞ってお話をすることになりますね。えー、ここに書いてます「ブッダの生涯」と書きましたがそれの一番コアな部分ですから、えー、それは悟りから相談形成までなんですね。先ほどのの黄色の部分はそういういことなんです。 お釈迦様が菩提寺の下でお悟りを開いてそれから少しずつお弟子さんが増えていってやがて皆が集団生活をするようになってお釈迦様一人で全体を統括するのが難しくなってきたのでまあ分,分,分割というのかそれぞれの地域において自治的に 自分たちの力でそれぞれの組織を運営していくというふうにねえまあ組織がえまあ枝分かれしていくそんな様子がだんだんと語られて最後に今の現在の仏教相談のこの組織形態ができましたというところまでこれが最初の仏殿のコアになるわけなんですね。よろしゅうございますか。 どうしてお釈迦様が生まれた時からずっとその一生を語る話ではなくってその悟ってから仏教相談の組織が完成するまでというなんだかお釈迦様一個人の話というよりも仏教という宗教団体の歴史のように思えるじゃないかというふうにね感じられるかもしれませんがその通りなんです。 実は仏殿の最初のあの一番大元というのはお釈迦様の一生を語るみんなにお釈迦様ってこんな人ですよということを示すために作られているわけではないんですね。おそらくねあの長い時間が経つとだんだんそのお釈迦様が偶像化される。 あるいいはまあ神格化されて、ものすごい人なんだ立派な人な人んだ、だからその人の人生ってどんなんだろう知りたいなというまあ言ってみれば偉人伝のようなあの扱いになってくるんですがお釈迦様がお生まれになってお亡くなりになってその直後の仏教相談においてはそういう偉人伝よりももっと大切な問題があるわけです。それは何かというと自分たちのこののこ組織の基礎づけ、 土台をきちっととと固めるということの方がよほど大事ですね。で、その時に大切なのがお釈迦様が悟られてから組織を作るまでのこの歴史仏教教団成立史の方がよほど大切な意味を持ってくるわけなんです。そこでですねこの,おその一番古いコアの部分の仏殿なんですがそれがどこに入ってるか。 どこに存在していいるかととうここなんですねこれがもう一番大事なヒントになるわけであの <coughs> その悟りから相談形成までの物語が何か一冊の本になって独立して伝わってますというんじゃないんです。この話は実は、えー、前も一度シリーズの第一シリーズでねお見せしたんですがこの,この本の中に入っているんです。これは何かと言いますと「律」です。 ここに「律の因縁話」と書いてありますがこの「律」というのは、えー、と初めてご覧になる方はあのお分かりにならないでしょうから簡単に説明しますと仏教というのは出家をして修行をする人たちが集まって作る一種の,あの集団の組織なんですね。仏仏教教教団仏教相談 仏教相談サンガと呼ばれる仏教相談でみんなが集まってあの衣を着てね託発をして歩いているあのお坊さんたちが一緒に共同生活をしてますね。あののの共同生活の組織が仏教の本体なんですでですから仏教っていうのは必ず組織的にあの運営されていく組織宗教なんですね。で組織である以上はその組織を統括するための規則が必要です。で、えー、まあ あの一般の社会でいうとこれを法律というわけですね。それぞれの例えば国とか自治体とかそういうあの一つの固まった組織が皆で、えー、歩調を合わせてその組織を守り運営していくためには必ずその中で使われる法律が必要になってきます。仏教も全く同じなので、えー、古来もう2500年前からそこには法律が 作られているわけですでその法律の全体がこれだけのものがあるわけなんですねこれ仏教の法律ですよでそれを「律」と呼ぶわけですでこの仏殿のコアの部分はどこに入ってるかっていうとねえっ、ー、とこれの第1巻ですけどもこれの、えー、とここにちょっと印をつけておきましたがお分かりですかこの青いところから青いところまでどうやったら見えるのかな こ,うこ,うですね、こっから始まって、えー、パラ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 ッとこうめくって次のこの青いところまでですね、えー、ここまでがこの青から青の部分こんだけですねごめんなさいね不器用でこれだけの部分が仏殿のの一番古いものなんです,よろしいですかそれでこれはどこな,なぜここにあるのかと言いますと。 この青い部分の後の次のページからは何が書いてあるかと言いますとお坊さんがどういう方法で出家するつまり普通の人がお坊さんになりたいと思った後にどういう手続きをしてどんな儀式を行ってお坊さんになるのかということがずっとその後の部分で決められているんです。でその直前に この仏殿のコアがコアの部分が置かれているわけです。これは何を意味しますするかと言いますとね、あのこの法律の中で決められているお坊さんになるための手続きでこれをあの仏教の言葉では出家受戒と言うんです。お坊さんになることね、お坊さんになることをあの、えー、出家受戒というわけ覚えておいてくださいね。えっ、ー、と出家受戒は本当は 別々なんで出家をして見習いになって次に受解を受けて本当の正式のお坊さんになるっていうのはそんなのあるんですけど今はそれは置いといて出家受解という単語でこれお坊さんになることだと考えといてください。でこの出家受解の方法がここに全部書いてあるわけです。どういう手続きで何をして何をしてって言って全部書いてある。 ある人がお坊さんになるためには10人ののお坊さんの許可が必要だと書いいてあるよろしですかつまりまあ言ってみればクラブがあってクラブのメンバーに入りたい人がやってきた時にそのクラブのメンバーが相談をして「この人ならば我々の仲間に入れてもいいでしょう」と言って許可をして入れるというようなのと同じで。さいさあの えー、出家したお坊さん10人これ10人じゃなくて10人以上ですけども10人以上が集まって相談をしてこの人ならば我々と同じ仲間に入れてあげても大丈夫ですということが確認できたらその人をメンバーとして入れるというそういう形なんです。これがあの仏教の,あの基本的なお坊さんになるための手続きなんです。 よろしいで,すかでその手続きのことを、えー、用語でココンンママ受受とと言うんんでですすによる受解とうんです詳しいことはあの申しませんこれまあ,あのややこしい単語ですからまた機会があれば内容もご説明いたしますけれどもあの大変面白いんですけどもね。でただ今はそれ説明している時間がありませんからこの「白紙コンマ」と呼ばれる変わった名前のねこれ儀式の名前です。略詞コンマという 儀式を行ってこれあのみんなで相談する会議の名前なんですがこの「白紙コンマ受会を10人以上のお坊さんが集まってこれをやるんだとそしてそのお坊さんになりたいと言ってやってくる希望者が果たして我々の仲間に入っても大丈夫かどうかこの時いろんな審査があるんです。あのね、大事なことととはね例えばおお父さんとお母さんんん母がちゃんと許可してるか 親の了解を得ない子供を勝手に受解させると後で大変なトラブルになりますからそういうことも駄目だとかねあるいはあの、えー、公務員ははななんんでです。す。国の国家のの家ために働いてる人はダメなんですそれは何でかというとそれは国のためのに働いてる人を勝手に受解させると国の上の人たちねあの、まあ、当時だったら王様とかそういう人たちがうちの大事なあの人材を勝手に 出家させよってなんつって怒ってくるわけでそういうことがないように常に社会との間の円滑な関係を保つためにはある程度の審査が必要だでそれで逆までで受させるわけですでこれは今もずっと続いているお坊さんになるための儀礼なんですが実はですねこういう問題がある。お釈迦様が最初出家なさってお釈迦様が悟られた時にはお坊さん一人だったんだ。 でそのお坊さんがお弟子さんをだんだん作っていって仏教が広がっていったんだけども最初10人いなかったじゃないかそうですね。<laughs> 10人いないで最初お釈迦様1人だったじゃないか。で伝説によるとそのの後お釈迦様は5人の 人をお弟子さんにしたというから仏教は最初お釈迦様も入れて6人から出発してるわけでそうするとこの我々が今行っている白紙コンマという10人のお坊さんが集まって行うこの儀式はできたはずがないじゃないかと。できなかっただろう。 ということは最初のお坊さんというのはあれは偽物ですかというそういう疑問が起こってくるつまり組織の裏付けけがないわけですでこれをきちっとさせるためにはお釈迦様が最初一人でお悟り,りを開いてその後5人の人がお弟子になってさらにそこから増えていきましてっていうふうに最初は今とは違う規則でお坊さんを作っていたということをちゃんと何て言うか あの証明しないといけないいいとけけわですそしてそれが最後にだんだんこの仏教相談が出来上がって完成した段階で今のような法律になったんですよという法律成立史というの法律の制定史というものをみんなに説明しておかないとこの組織の信用に関わるわけです。そういうういい意味でね仏教相談成立史というもののが当時の、えー おおそらくこれはお釈迦様が亡くなった後ですよもう間違いななくくね亡くなった後の人たちがこの我々の組織をお釈迦様なき後も正しく運営していくためにはちゃんとした裏付けの話が必要だということでこういうあのお釈迦様のお話をねこの頭のとこでつけたとこれが仏殿ができる一番最初の動機だろうと言われてるんですね。 はい、それじゃあまたこの話はもまだいろいろとお話したいことがあるので、続きはまた次回お話をします。これで終わりますね。ごきんよ